使徒どもめ、この私をここまで追い込むなんて、禁忌に触れたものがどうなるか思い知るがいいわ。危ない。広がっている。一体何が？裂け目がイルシカを飲み込んだ。あれが己を生贄に捧げる禁忌の魔法か。彼女自身このような結果は予想していなかっただろうな。監督を気取ってても自分も結局は舞台道具の一つでしかなかったのさ。ほんと、とんだダサ作だよ。新鮮な空気は久しぶりだな。いけない、自己紹介を忘れてたね。僕ベリルって言うんだ。お会いできて光栄だな、マーリン様。